けしのやらせ漫才を目撃したと語ったのは、東国原秀夫。東が22歳の頃、劇場にセントルイスを見に行ったら、前座でツービートが出演していたのだそう。しかし、セントルイスを見に来た客だったため、ツービートは全く受けなかった。するとけしは突然、なんで笑わねえんだよ、と、客に激怒し始めたのだそう。すると、面白くねえからだよ、と、一人の男性客からヤジが。そこから二人は激しい言い合いになり、とっくみ合いするほどの大喧嘩になった。 だが、そのやりとりが面白く、他の客はずっと爆笑していたという。そして実は、この話には裏があり。後から知ったんだけど、実は、お客さんとたけしさんはグルだった。全部打ち込みだったんだって。と、東はまさかの真実を語った。たけしは最初から受けないと分かっていて、一芝居打ったのだ。この日、たけしが生んだ笑いに大きな衝撃を受けた東そしてたけしに傾投した東は直談判し、たけしの一番弟子になった。